はいどうもこんばんは、マーキーです。はい、ということで本日7月2日でございます。ということは1週間後7月9日、そう、トワイスカムバックでございます。イエーイ。はい、ということでやっとカムバックしますよ。カムバックということでね、まあ自分がやりたいことがあるんですよ、この1週間前に。というか、まあ自分がやらなきゃいけないことだよね。はい、皆さんもうそろそろお気づきというか、もうみんなから言われてる通り、私ダイエットします。もうそうなんですよ。もうダイエットもそろそろしないとやばいんですよ。まあもともと自分105キロとかね、結構ほんと昔からおデブちゃんだったわけなんですけど、まあそっから高校3年間で、まあ大体40キロぐらいのね、ダイエットを成功させて、まあ下が65まで行ったんですよ、自分。まあどうせだったらもう今こうね、痩せたいじゃないですか、やっぱり。まあ YouTube をこうしっかりやり出した時にはやっぱりある程度痩せてましたし、まあその時に戻らなきゃって思って、もう今回ダイエットしていきたいと思います。まあ、トゥマイスもカムバックするってことでね、まあ、カムバック違いですけども、私も昔の自分にカムバックしようかなって。もんな。まあ、早速ね、自分の今の体重を調べていきましょう。まあ、予想としてはね、80キロぐらいかな。それでは体重計乗っていきましょう。はい、ということで、ね、体重計でございます。今から体重計乗るんですけど、まあ、しっかりとした体重知りたいじゃないですか。なんでね、脱いでいきまーす。脱ぎました。やばいよね、体。はい、ということでね、もう早速体重計乗っていきましょう。80回いってないかぐらいだと思うんだよね。うわ、来ました、見て。はい、 79.8キロ。ニアピン賞、すごくない？もうニアピン賞だよ。はい、ということで、まあ、79.9キロ、もうほぼほぼ80キロですよ。まあ、80キロから、まあ、一応目標体重っていうのを決めたいですよね。1週間でどれだけ痩せれるかでしょ。よし、決めた。目標体重75キロ。ファイティン。ファイティン。